ナッツさん、頑張ってたね。ああ、ベリウス亡き後、うまくまとめてるみたいだな。ウンディーネと会わせてあげたいです。きっと喜びます。今はやめとけ。けど、全部ケリがついた時には驚かせてやろうぜ。はい。にしてもあの化け物、パレストラーレの手だれが太刀打ちできてなかったな。どうも下せないね。僕らは倒せたのにね。何か違いがあるとしたら、精霊かしらね。星はみはエアルに近いってんなら、精霊の力が影響した可能性はあるわね。それじゃああと3体揃えばもっと対抗できるってことか。どうだろう。エアルを抑えるだけなら属性揃えれば十分だろうけど、相手はあの星はみだから何とも言えないわ。アパティアだってそこら辺に転がってるもんじゃないしな。エンテレキアももう数少ないみたいですし。なあ、世界に存在するブラスティアって相当な数だよな。そうですね。ブラスティアは私たちの生活に欠かせないものですから。コアってアパティアのかけらでできてるってことだよな。だったらもし精霊4体で足りないんなら、世界中のコアを精霊に変えたらいいんじゃないか。そうなったら海辺の砂粒みたく精霊だらけになるかもしれんの。無茶なこと言うわね。だいたいどうやってやるのよ。仮に方法が分かってもブラスティア一つ一つを回るのかしら。星はみは待ってくれないと思うけれど。どうにかしてくれるよな、専門家さん。簡単に言わないでよね。もしユーリの言った方法が実現したとして、そしたらブラスティアは全部使えなくなっちゃうない？コアがなくなるわけだからそうなるな。どんな世の中になってしまうんでしょう。結界によって約束されていた安全はなくなり、ブラスティアに賄われてた生活に必要な機能が失われて、相当不便な生活になるでしょうね。ボディブラスティアもダメになるんだよね。何、ブラスティアがなくなってもうちはオール一本で大海原を渡ってみせるのじゃ。その気概素敵だわ、パーティー。あんたたちがそれでよくても。嫌がるやつは大勢いるだろうな。それでもやらなきゃ。世界は星はみのもんだ。俺はやるべきだと思う。たとえ仲間以外の誰にも理解されなかったとしても。まあとにかくまずは四属性の精霊を生み出そうぜ。じゃの、先のことはそれからでも考えられるのじゃ。バウルがエンテルケアのいる場所を知ってるんだよね。ああ、船に戻って聞いてみよう。